マイナス10キロ食べて痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンク、痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひそちらもご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきますね。一つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんですよ。もうこれ大前提なんですね。もうこのチャンネルはもう腸活チャンネルですから、もう毎回ですねこの腸内環境を整えるお話をしています。まあ、逆にねこのお話がない日はないっていうぐらい、もう何回も何回もね、もう先生それも聞いた聞いたって、もう私の代わりにあなたもお話できるぐらいになってらっしゃったら、もう毎日見てくださってる証拠ですよね。ありがとうございます。まあ、それだけですね、もう要はダイエットの成功イコール腸内環境の成功なわけです。もう腸を制すればもう人生を制するっていうぐらい、もっととても腸内環境ってねもう大事なんですよ。私もそうです。もう以前もう本当に体調不良もあり、もうひどい顔のね肌荒れがひどくてですよ、もう本当死にたいなって思う、もう本当辛い時期があったんです。もうこのまま私の人生終わるんだろうかって、もう本当悔しい時期があったわけですよね。それをこの腸活で私は克服したんですよね。なのでもしあなたがその体型の変化とか体調不良とか、もなんでこんなにいろんなことがうまくいかないんだろうって、もう私が何したよってね思いませんか？私も思ってましたよ本当に。それがですね、そのあなたが悪いんじゃないんですよね。あなたの腸が悪いだけなんですよ。逆に言えばあなたの腸内環境が整えば、もうあなたは本当にもう健康的で綺麗に痩せてですね、本来のその綺麗な健康的な姿をこう取り戻すことができるんですよね。そのためにやはり普段から腸内環境を整える食事をする必要があるわけです。それを私はこのチャンネルでお伝えしておりますので、この動画見終わりましたらぜひ、ね、他の動画もご参考にしてみてくださいね。で2つ目です。脂肪代謝促進ですよね。もうこれはねもうお願いしますですよね。もうどんどん燃やしてくださいって思いませんか？ああもう燃えろ燃えろって思いますよね。そのようなものを日頃からちゃんと取れていますかっていうことなんですよね。あ、それ知らなかったっていうあなたはもうすぐに取り組んでいただけたらと思います。後ほど最後のね項目3番でお伝えしていきますからお楽しみに。そして3番目、デトックスです。これもねとても大事なんですよ。なぜかというと、その、まあ、お部屋、例えて言うなら、もう散らかったもうゴミ屋敷みたいなお部屋にですよ、いくら綺麗なお花を飾ったって全然映えないじゃないですか。それと同じです。まずはあなたの腸内環境や体に溜め込んできてしまったその悪いもの、老廃物とかですね、農薬とか化学物質とか、そういったのをもうどんどん出す必要があるわけなんですよね。やっぱりゴミと一緒に出してあげないと、その綺麗なお花が映えない、まあ、要はあの体にね腸にとって良いものを食べたとしてももう負けてしまうわけですよね。もう悪いのが多すぎてダメなわけです。なのでいくらいいものを食べたとしても悪いものが残っているままだとなかなかねあの効果が出ないですよね。なのでデトックスも大事と時に、この私が最後お伝えするレシピをあなたが召し上がってくださると、もうどんどんデトックスすることができますから、ぜひ取り組んでいきましょうね。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回あなたにお伝えするこのリンゴ酢レシピの材料が持つそれぞれのダイエット効果について掘り下げてお話ししていきたいと思います。まず人参を使うんですよね。あなたはいかがですか？人参毎日召し上がっていらっしゃいますか？このレシピを取り組んでくださいますと、もう簡単に人参がですねたくさん美味しく食べることができるんですよ。でまず人参は食物繊維がものすごくね多く含まれているお野菜になります。そのことであなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがもう喜んで食べる餌となる材料がやはり食物繊維なんですよね。そしてなんとこの人参1本に対してですねバナナ4、5本分
に値する食物繊維が含まれているんですよ。すごいですよね。もうお腹の調子良くしたいと思ってバナナを5本食べるよりも人参1本分の方が早いわけですよね。すごいですよね。本当にあの人参とかバナナって、まあ、お腹に良いものにはなるんですけれども、こんなにも量が違えばここは賢く取っていきたいところですよね。そしてまたビタミン C やベータカロテンといって栄養価も豊富ですから、ダイエットを成功させるためには栄養もしっかりバランスが取れていることが大前提ですので、そういった点でも補ってくれるのが人参ということになります。そしてここから調味料について詳しく大切なポイントをお伝えしていきますね。痩せるためのよろしいですか。まず塩を使いますが、例えば1キロ100円前後のようなこう精製された後のもう全く栄養が削ぎ落とされたようなお塩は使ってはいけませんよ。そういったお塩は太ってしまいますし、お体にも良くないけれども、このようにビタミンやミネラルが豊富に残ったままの良質のお塩というのはもうとってもダイエット効果が高いんですよ。ですから安心して使っていただきたいなと思います。でなぜかというと、そのビタミンやミネラルがあることであなたの体重をコントロールするそのホルモンがですねきちんと働くようになるからなんですよね。そしてなんと体温も36度5分に保つという働きも高いんです。なぜかというと、その痩せるためには体温が低いとダメなんですよ。低体温イコール太るです。なぜかというと代謝が悪くなるからなんですよね。代謝が高いだけで痩せるんですよ。だって同じカロリーを摂っても代謝が高い人ってすぐ消費できるんですよ。もうすぐに熱量としてこう還元してですね、もうすぐに使ってしまうわけですよ。ただ低いと全然燃やすことができずにいつまでも取ってしまったのが滞ってしまうわけですよね。なので体温を上げるっていうのも痩せる近道になるわけです。そしてその結果新陳代謝が上がって痩せますよなんですが、ただどんなにいいお塩もやっぱり取りすぎてしまっては NG ですから、だいたい1日あたり5から10グラム程度に抑えていただければと思います。でまたお醤油も使うんですけれども、この醤油もその購入される時にですねチェックポイントというのがあるんですよね。もうとにかく無添加のお醤油です。もういろんなカラメル色素で色が着色してあったりとか、あのカロリーがこう半分カットでよくよく見たら人工甘味料だったとかねあるんですよね。そういったのは逆に太ってしまいますからダメです。なのでお醤油のボトルに例えば無添加ってこう明記してあったり、生醤油とかですね、長期熟成とか国産 100% とか、そういった形であの丸大豆醤油とかですね、ああいったものであれば丸ですから、ぜひ調味料にも気を使っていただきたいなと思います。そしていよいよそのダイエット効果がもう本当に高い調味料もう一つあるんですが、リンゴ酢です。もうリンゴ酢私大好きなんですね。もう実はこの動画以外にもリンゴ酢を使ったダイエットレシピをね、あの数本数々アップしておりますから、ぜひこの動画が見終わりましたらあなたもねチェックしていただきたいと思います。でこうリンゴ酢が持つ酢酸の働きによってあなたの腸内環境が整うんですよね。なぜかというと腸の動きがとっても良くなるからなんです。そのことでやはり痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが元気になってくれるわけですから、もうこれはもう必ず味方につけていただきたいなと思います。でまた太る元です。糖質ですよね。糖質を取るときに血糖値が急上昇します。でその結果その間一気に脂肪をどんどん溜め込むというその体の仕組みがねあるんですけれども、それをぎゅーっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんですね。でまたカリウムが豊富ですからむくみ改善にも大活躍してくれるんですよ。あなたもいかがですか。あなんか最近顔むくんできたとか、なんでこんなに太ももとかふくらはぎパンパンなのとかいう日ないですか。その時はやはり水分代謝がうまくいっていないからなんですよね。でその水分代謝を司っている臓器が腸なんですよ。もう腸ってもう何もかも引き受けてくれてるっていうぐらいもう本当に大事な臓器になるんですよね。そこでその腸が元気になるため、またその水分をどんどん外に出してくれるためにはカリウムを取ることが大事なんです。その時にリンゴ酢が役に立ちますよってこと。そして内臓脂肪の
その燃やす力も加速しますし、その結果基礎代謝も上がる、そして脂肪を結果つきにくくすることができますということになるんですよね。また実は満腹感も得られやすい食品になりますから、このリンゴ酢を調味料として使うだけで、あなたのその暴走する食欲をやっぱ抑えてくれる、しかも食べた後いつまでもその食べたこう満腹感を得ることができるという点でも、リンゴ酢は味方につけると丸ということになります。そして最後の材料、黒ごまになります。でごまといっても白ごまと黒ごまがあるんですけれども、私はダイエットには黒ごまをおすすめしています。その理由はこちら、アントシアニンが豊富に入っているからなんですよね。黒い食べ物にはアントシアニンがやはり多く含まれています。その結果さらにその内臓脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあったり、血糖値の上昇も抑えてくれるんですよ。このアントシアニン味方につけた方が絶対いいと思いませんか。もちろんね、あの黒ごまですから見た目がちょっと真っ黒系になってしまうんで、ちょっとね映えない場合もあるんですけれども、もうそんなのねもういいんですよ、もう関係ないです。健康的で綺麗に痩せる方が大事ですから、私は黒ごまをおすすめしています。ではいよいよここから3つ目の項目です。どのようにその腸活レシピを作るのかということで、最後あなたに材料と作り方、そしてこの材料のお話が終わった後に実演の動画をアップしていきますので、ぜひ作り方参考にしてみてくださいね。まず材料です。もう私が名前をつけました、腸活人参しりしりです。もうこれめちゃくちゃ美味しいですよ。しかも簡単に作れますし、もう大量の人参をですね、もう本当にあっという間に食べちゃったっていうぐらい、もう本当にね、先ほどのね食物繊維のお話ですけども、人参1本イコールバナナ 4,5 本分の同等の食物繊維が取れちゃいますから、もうぜひ人参も毎日召し上がっていただきたいなって思うんです。でまずは材料です。人参2本、あとはミネラル、ビタミンが残っている良質のお塩を小さじ1/2。でリンゴ酢も無添加のものを選びましょうね。 100% できれば国産の、まあ、有機栽培のリンゴ果汁だとベストです、を大さじ1。そして黒すりごま、こちらもできれば有機栽培のごまがいいと思います、 60g。 そして醤油も無添加のお醤油ですよね、を少々。もうこのお醤油は別に必要ないなっていう方は無理に入れなくてもいいです。もうほぼ香り付けぐらいの量ですから、私がこの後ねお伝えするその実演の動画で使った分量もですね、小さじ1/2ぐらい、もうほんとこうたらりちょろりぐらいですかね、ちょっとこう香り付けに使ってる程度ですから、無理に使わなくても OK です。で以上の材料を使って今からこの腸活人参しりしりの作り方を動画アップしています。ではご覧ください。
いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高い、ベースですよね、リンゴ酢を使った美味しい腸活人参しりしりをあなたにお伝えしました。もう簡単にできますし、もう大量に作っておいて、私もですね、タッパーにしっかりと詰めて冷蔵庫で保存して、日々の腸活メニューとして、もう本当にね、めちゃくちゃ大活躍している美味しいレシピですから、ぜひあなたも私と一緒にこういった腸活レシピを作って、しっかりストックしていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。